刺激が必要とか刺激があった方がいいよって言葉もあるんだけども、意見も。でも勇気はどう思う？一瞬舞い上がるけど結局後で虚しくなってっていう、そのバランス、うん、結果寂しくなってる人たちというか、うん、心に甘えてる人たちだと思ってる、それって、うん、皆様こんにちは、田中小梅です。田中小梅の女性性解放チャンネルへようこそ。このチャンネルのテーマは愛、自由、性、美、喜びです。今日のテーマは好きと愛の違いについてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日のお話はさ、正解がないと思うの。もう絶対とかっていう内容ではないんだけれども、私たちなりに、また勇気もね、いろんなね、この女性と関わってきたり、お仕事でもね関わってきたり、で私もご相談をねいろいろ受けてくる中で、好きっていうのと愛っていう違いはあるなと思うわけ。その辺をちょっと今日お話しさせていただきたいと思っています。まず私が聞きたいのは、私たち出会った時に当然第一印象も良かったし、そしていい子だわ、あいい人だなと思ったじゃない。その時ってまだ別に好きとかそういうんじゃなく、いい印象だったわけだよね。で次2回目会いました。その時もまだ好きとかじゃなかったと思う。勇気にとっては例えばお気に入りのお客さんのうちの一人だったりとか。そうね、だってまず2回目会えてしまったから、会えてよかったってところから、まずね。そうだね、そう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 。でも変わらず好印象で、で私も何ヶ月か会えてね、2回目会って、まあ、1回目の時より少し慣れてたから、会った時ね、だから私も可愛い素直な男の子だな、すごい目が優しい子なんだなとかさ、まあ、すごくいい印象があった。では勇気はどの辺のどんなあれで好きっていう気持ちが私に対して出てきてくれたの？好きっていう感情に気づくのにまでになんかちょっといろいろあってさ、小梅ちゃんがもともと出会ってからすぐに私パートナーずっと探してたし、そんなに長く使うつもりもなければ本当はもう終わりにしてたはずなんだけど、どうしてもこのね一回会っておきたいって思ったから今回会ったんだけどって、だからあなたが最後だよっていうのは最後までねずっと言ってたじゃん。ここが終わったらまあ終わりなんだっていうのと、この人にパートナーができたら終わりなんだっていう、この二重トラップみたいな感じがあってさそうそう、であれって、じゃああれもしかしたらもうそろそろ小梅ちゃんに彼氏できちゃうんじゃないかってなって、いやそしたら会えなくなるのまずくねみたいなって、僕は まだ会いたいのに、もっと知りたいのにこれで会えなくなっちゃうのってちょっと嫌だなみたいな感じから、まあ、好きっていう感情になってたのかなって、好きっていう気持ちを持ってくれてたとしても、でも まだ私たちはお客様と、そうね、セラピストさんの関係だったわけなんだけども、その好きっていう気持ちってさ、まあ、今日は好きと愛の違いだから、好きって気持ちって何なんだと思う？そうだね、難しいな。最初のことだけ考えるとちょっと分かんないんだけど、付き合ってからさどんどん嫌われないようにするとかっていうのも限度があるじゃない、バレないようにするとかさ、自分のそのいろんなこれ知られたら嫌われちゃうかなとかもいろいろあると思うの。例えばちょっと僕しっかりしてない分ね見られたら、この子そんな感じだったのみたいな思われたらちょっと嫌だなとかさ、でももうそういった気持ちっていうのかな、その小梅ちゃんの方で僕が想像してなかった、でもあんまりよく思わないようなことが起きたとした時に、なんかちょっと減点じゃないけど、この人のこういうところあるんだみたいなさ、なんか減点方式にちょっと近いの考えてるのかな、好きな時は。でもそれが今みたいなもう愛情とかに変わった時は、逆にそのマイナスが愛おしくなってる状態っていうか、ちょっとあんまうまく言えなかったんだけど、そっかそっか、まあ、好きなうちっていうのはやっぱり条件、そうね、そうね、まあ、自分の理想に近かったりとか、そういう好きな部分が好きなだけであって、嫌いなところが見えちゃうと減点になっちゃうって感じ？減点してるつもりはないんだけどね、例えば露出度高い服装が気になり始めちゃったりさ、うわ自分の好きな女の子には着てほしくねえわみたいなさそっかそっか、これは男の子あるあるなんだけど結構。そうかもね、そうかもね。なんか今の話聞いてすごい、私が思う好きっていうのはまさに今ユキが言ったみたいに、好きっていう気持ちは所有したいっていう気持ちに近いのかなと思うわけ。それがいいとか悪いではなくって、だから思い通りにならない相手のことが
すごい苦しいっていうか、うん、だから好きになった人に好きになってもらったらすごいスーってね、もう何の問題もないんだけど、自分が好きなのに相手になかなか好きになってもらえない時とか、自分が好きなその人じゃない面を見たりとかすると苦しくなったり嫌になったりするっていうのは、やっぱりまだ好きっていう段階だからなのかなと思うのね。愛ってなった時に、じゃあ勇気はさ、好きから私のことを、確かに勇気は最初さ、すごいやきもち焼いたりとか、なんかこうちょっと自分の思い通りにならないとちょっとムッとしたりとかって、まあ、あったと思うわけ。それが本当に今はもうなんかめっちゃ大きなさ、愛で包まれてる感じが日々するんだけども、好きから愛に変わっていくのってどんな感じだったと思う？自分で。その人のそのまま受け入れられるようになってる時じゃない？うんうん、全然所有物としてのじゃないし、うんうん、なんか相手の反応が自分の思い通りにいかなくたって別に関係ないし、うんうん、僕はさ、両親の関係を見ててさ、うん、まあ、今考えてもやっぱり父親は所有物として見てたと思うの、母のこと、うん、なんか僕の中でもそれがベースにあって、うん、こういう形だって最初に思ってきちゃってたからさ、うん、それが違うっていうのを、まあ、ここの関係でようやく理解できたというか、うんうん、で僕も別にそれがしたか、そういう関係を望んでたわけでもないからこそ、うん、もっと愛を知りたくて、うん、もっと自分と向き合ってって感じかな。好きっていう気持ちが悪いわけではないじゃない、うん、だけど好きなうちって、さっき言った所有っていうのと、所有とか思い通りっていうのの壁があると思うわけ。勇気もそれはそう思う？だからそういう感覚で生きてきてた、結構。そしたらどうやったら好きっていう、思い通りにしたいとか自分のものにしたいっていう気持ちを超えられるんだと思う？まず純粋に自分が思ってる気持ちを認めて受け入れるところじゃない？何がどうなってそういう考えで生きてたのか、うんうん、所有したいっていう気持ちになんでなってたのか、うんうん、まずそれを全部理解して認めて受け入れて、別にその必要はないってまず感じることかな。うんうん、好きな人に好きになってもらいたいじゃん。じゃあその好きな人が、実際ね、私のご相談でもやっぱり、例えばだよ、私とゆうきはほら女風で出会ったじゃない。やっぱり今までもたくさんその女風ユーザーさんからご相談を受けることはたくさんあった。それはみんなもう好きになっちゃった、好きになった人が自分以外の女性とお仕事であれ会ってるわけだし、そして自分はね、すごい好きですって本当に真剣に告白したけども、この仕事をしている間は君を恋人にすることはできないよって言われて、その彼女の好きですっていう気持ちを、彼女のことを好きになってはもらえなかったわけよね。そうするともう苦しいわけだよね。でもそもそも好きになってもらった人に絶対好きになってもらえるわけではないじゃない。ここの気持ちってさ、どういう風にしたらいいと思う？多分これ見てくださっている、本当に実際にご相談すごい多いのユーザーさんで、で私とゆうきはほらうまくいったじゃない。こうやってちゃんとお付き合いして、しかも愛を深めていこうっていうパートナーシップを組めていることに対して、自分もセラピストさん本当に好きになってって、どうやったらその好きになった気持ちに応えてもらえるんだろうっていうさ、質問もすごい多いわけ。実際にセラピストとして活動してた時に、うん、辛くなってるお客様とそうじゃないお客様の差はなんだろうって考えた時、やっぱりその好きと愛の違いだったりと感じたんだよね。苦しくなってる人たちっていうのは見返りも求めるし、やっぱどうしても理想と違うのがやっぱりストレスになってきちゃうわけじゃん。でもそうなってない人たちっていうのかな、快活にしてる人たちっていうのはやっぱり私が応援したくてしてる、続けてくれてるだけでありがたいし、ずっとね、いる仕事じゃないからこそ今会えてるこの時間を大切にしたいって思ってる人たちなんだよね。うん、だからその時点で結構違うかなって。そうだね。でもその好きっていう気持ちは一緒かもしれないよね。そうですね、実はね、もちろん一緒。実はね、好きだけども思い通りにしたい、所有したいっていう好きの段階と、好きだけどもそうね、今ゆうきが言った好きと愛の違いって言ったんだけど、今度私ね、好きっていうのは所有っていうのと思い通りにしたいっていうのとどうしても密接に関係があるって言ったじゃない。愛っていうと何なのかなと思った時に、例えば愛してます、この中にも好きっていう気持ちがあって、愛してますの中に所有したい、できればお付き合いしたい、ね、できれば、私のものにしたい、ね、あなたのものにしてほしい、これは絶対に入ってるのよ。でも愛の中にはそうならないかもしれない、手に入らないかもしれない、それでも私はこんなに好きにさせてもらった人を、好きになるこの気持ちとか、人
人を愛する気持ちっていうのを持たせてもらったことに対して手に入らなくてもありがとうっていう気持ち、ここまで気持ちが消化っていうのかな、上がっていくと愛になるのかなって思う。ジョフのユーザーさんの中にもユキに対して好きだから思い通りにしたい、他のお客さんと会ってる時のこと考えてイライラしたりとかさ、悲しくなっちゃったりっていうこともあったと思うの。そういう人もいらっしゃったと思うけども、でもユキのことをもっと大きな気持ちで好きだけど、でもユキっていう存在を大切にしてくれてる人たちっていうのはそこにやっぱり愛が、うん、あったんだなと思うんだけどね。ではユキが好きから愛に今度私に対して変わったのって徐々にな感じ？徐々にだね。自分の反応との戦いもあったから、うん、やっぱその間にはね、うん、一瞬でボーンってこう慣れる人は慣れるんだろうけど、うん、僕はまあ一歩ずつだった。仏様のブッダの言葉にさ、好きっていうのは道を歩いてて可愛いお花が咲いてました、好きっていうのはその花が可愛いから摘んでお家に持って帰ってお家のコップの中に入れてめでる、これが好きっていうものだよって。じゃあ愛って何かってブッダが言ったね、その答えは道に花が咲いてます、そのまんまにしておく、これが愛だよっていうね、うん、それ聞いてたから僕も好きと愛の、愛の方はそのままありのまま受け入れるじゃないけど、そういう手法だったね、うんうんうん、それ教えてくれてたじゃん、になれたっていうことだよね。確かにそうだなと思ったもんね。本当、うんうん、だからそのこういう服着ないでくれとかさ、束縛もこういうところ行かないで、大丈夫ですか今日あでも今はいいから今はいい結局それでファッションも楽しめるのにさ、それを制限してんのもちょっとなって感じだし、まあ明らかもうさ、そこで捕まるレベルでもないし、まあ、海外行ったら普通だしむしろ足りないぐらいの、そうなんです、そうそう、それもう海外行ったらもう皆さんね、胸が大きいから、そういうこの胸が空いてる洋服の方が多いっていうのがね、うん、あるかもしれないけど、そうそう、だから別にいいんだけど、なんで自分がそういう風にしようとしてたのかとかも、まあ一個一個向き合ってきたかなって感じ、愛になるまでに。そこちょっと聞いてもいい？もちろんもちろん。ゆうきのほら前までお付き合いしてたさ、うん、彼女たちってまあ大体同年代のね、うん、でも本当に見た目も内面も可愛い子たちだったって聞いてるけども、やっぱりすごい束縛だったんでしょ？うん、いやもうそれは本当に若い時、まあ、今でも若いっちゃ若いんだけど、あのまあ10代とか、まあ、20歳になる時、束縛だったね、僕自身もそうだし、束縛ってどこから出てくるものだと思う？まあその所有だし独占したいし、ここら辺かな、じゃあなんで束縛所有、独占したいんだと思う？自信がないから、自分が そこまで制限しないと他の人に取られちゃうかもしれないっていう、他に取られちゃうとか、そうそう、他に行かれちゃうっていう気持ちがあるってことだよね、っていうことはやっぱり相手がどうのじゃなくて本当に自分の自信を取り戻さなきゃいけないっていうことなんだよね。そうそうそう、あとはその嫉妬させたいみたいな若い時にあるじゃない、その間違った方向性、そうね、嫉妬してくれることが愛情と思っている男女もいるよね。だからわざと嫉妬するかなみたいな感じで、そうそう、嫉妬してくれると私愛されてるみたいに思う男女も確かにいるかもしれない。で僕もその時間があったのよ。そっかそっかそっか。そうそう。そうなんだ。じゃあ嫉妬させてたの？まあね。それをお互いにやってたから普通だったの。ああ、なるほどね。そうそう。要はそういう恋愛しか見てなかった。そっかそっか。あ、それは嬉しいもんなんだって思い込んでたのよ。相手もやるぐらいだから。そっかそっかそっか。でも違った。普通に考えてね。うん、違うのよね。だって安心したいのにさ、不安要素一回一回入れなきゃいけないのかもしれない。そう、なんかさ、ここで例えばよく刺激が必要とか、刺激があった方がいいよって、その長く続かせるためには刺激があった方がいいよとかっていうね、言葉もあるんだけども、意見も。でも勇気はどう思う？僕それって本当にドラッグとかで一緒でさ、一瞬舞い上がるけど結局後で虚しくなってっていう、そのバランス、結果寂しくなってる人たちというか、心に穴開いてる人たちだと思ってる。それって、刺激を求める人たち、うん、なるほどね。例えば安定してあまり刺激がなくってもパートナーシップって長く続くと思う？もちろんもちろん。でそのみんなの刺激ってじゃあ何なの？楽しい。そうなんだよね。そうそう、刺激って何ってことだよね。だって僕今でもすごい刺激的だよ僕の視点ではね。何が刺激的なのか。要は
ずっと深めていくし、そうそう、自分のその弱さとも向き合ってきてさ、すべてさらけ出すし、本当に一番の刺激やろと思う、この安心した上で。そうね、どん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 果てしないじゃん、その満たされ具合が最強じゃないっていう、それ。そうだね、なんかこう毎日新しい自分を知るっていうのもすごい刺激だし、そうそう、あと毎日お互いの違う面とか、こんな表情するんだとかさ、そうそう、こんなこと言うんだとかさ、そういうね、刺激っていうのも、ね、だから刺激っていうのが、まあ、本当人によっても違うし、あとあの前回のね、浮気の動画の時もコメントで、浮気ってどこからですかっていうね、あの質問があったんだけど、浮気もさ、正直言って人それぞれだよね、パートナーの中でも多分価値観が違うから、だからそこは話し合った方がいいよね。本当はそのもう2人っきりでお友達で肉体関係ないけど異性とご飯食べに行ったら浮気っていう人だっているだろうし、ね、もうキスから浮気とかさ、ね、そう、手つないだら浮気とかいろいろあるからね、そこは話し合った方がいいよね。ちなみに勇気の浮気はどこからなんですか？僕は話し合って決まる。肉体関係はもちろんないし、なんか恋人っぽいことするっていうことは僕はもう浮気だと思ってる。それじゃあ恋人でいなくてよくねって話だから。そうだね、それこそ手繋いで歩くとかはね、本当に浮気だと思う、それって。あとはもう2人で話し合って、自分が嫌なところと相手が嫌なところって絶対みんなずれると思うの、一致するわけではないから、なんかそこの折り合いをつけて、相手に嫌がることをお互いにしないって、そのね、支え合いじゃないけど努力が必要だなって思って。そうだね、そうだね。今言ったように努力ってさ、いう言葉があるじゃない。もう一つ、愛って意志がすごく大事だと思うの。愛します、これが苦しみになっちゃったらね、ちょっと違うのかもしれないけど、私はこの人を愛し続けますって、これ意志じゃない。この意志がなかったら、本当に愛っていうのもすごくもう軽いあやふやなものになってしまうと思うんだよね。だから例えば母親が子供を愛するって、これは当たり前のようだけど、そこに母親のこの子を守って、ね、守り育てますっていう意志がやっぱりあるんだと思うんだよね。だからなんかこのパートナーシップもね、本当に深めるとか向き合うっていうのは、好きっていう段階だとまだやっぱり難しいなと思うの。やっぱりパートナーシップを深めるためには、愛しますっていう意志がお互いに必要なのかなって思ってる。あとさ、ここ最近ほら2回浮気の動画撮ってるじゃない。そしたら結構さ、これもさ、ちょっと好きと愛とちょっとずれるかもしれないけど、本当に同じ動画を見てくださっているのに、その人の視点によって私たちが話してると、若い勇気が私を騙してるんですよってコメント書いてくださる人もいるし、その逆もね、その逆も、ゆうきくん大丈夫、小梅さんにマインドコントロールされてるんじゃないとかっていうことがさ、同じ動画を見ても全然違う意見が出てくるのって面白いなって思いつつ、この仕組みっていうのが結局その人の心を通した目なんだよね。だからその人が、例えば私に騙されてるっていう人たちって、私の感覚で言うと、もしかしたら息子さんがいて、ゆうきと同い年ぐらいの息子さんがいて、自分の息子がこんなね、年上の女性と恋愛するんだなんてもう耐えられないっていう人は、小梅さんに騙されてるのよっていうし、逆に今度は若い男性っていうのかな、自分もそのね、20代の恋愛をして、その男性にこう傷つけられたような人たちは、もしかしたら勇気が私をね、騙してるのよって言ってきたりするのかなと思ったりして、なんかちょっとそれも今ふっと、離れてるより繋がってるからね、話で言うとね、心の目を通して違うことをみんなが感じ取って生きてるわけだから。そうだね、人っていうのは本当にその人が見たいものだけを見て、そして言いたいことを言ってっていう、でそれは本当これもいい悪いじゃなくて、みんなそういうものだと思うんだけども、でもやっぱりその人の心の目を通しているっていう、これはもう本当にそうだなと思うの。だから元に戻ると、まだ好きっていう視点で心の目で通して相手を
見るのと、やっぱりその愛っていう心の視点を通して相手を見るのっていうのは明らかにね違うなと思って。結構高次元だからね、愛に関しては。そうだ ね、もう次元が違うから、好きまでと。どうですか、こうだんだん自分が、うん、愛って愛される方が気持ちいい、愛する方が気持ちいい？いや、もともとはやっぱり愛されたい、愛されるためにどうしたらいいのかっていうのを考えて生きてきてたし、基本そういう人たちがたくさんいると思うのでいると思うんだけど、うん、今の僕に言えるのは愛することの方が、ね、喜びを感じるなと思う。私もなんか私も本当に愛されたくて愛されたくて、だって私どうせ愛されないしと思って生きてきたのに、それはあの前々回のね、あのマッチとの動画でもねお話しさせていただいた、本当にすごい深いところでは、親にさえ愛されなかった私が親以外の他人に愛されるわけないよっていうのを表層意識じゃなくてすごい深いところで持ってたからさ、そんなことも気づかずに生きてたけど長くね。だけど本当にだから愛されたい愛されたいって思いながら生きてたんだけども、でも本当にある時から自分が自分のことを愛せたのなら自分以外からの愛っていらないんじゃんってまあ思うようになってきて、自分を愛する方法っていうさ、なんか一生懸命インナーチャイルドを取り組んだりね、いろいろ前世のネガティブな記憶、悲しい記憶とか人間不信の記憶とかそういうのと向き合ってきたりとかさ、自分にもお客様にもそして自分を愛そうよっていうお話をずっとさせてきてもらってたんだけども、だん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 自分の中がさ、それこそ勇気がこの1年ずっと自分と向き合ってきて、自分の力を取り戻してきて、自分に自信が湧いてきた時、溢れてくるこのエネルギー、愛っていうの、これはもう欲しいじゃなくてあげたいっていう感じ、愛を感じてくださいみたいなそんな感じかな、どうだろう何？泣きそうなの？うん、全然全然僕はあなたみたいに泣きませんからっていうのはそれ、まあライブで泣いちゃったけど。そうだよ、ユキだって。でもそれは別にね、男性だから女性だから泣いちゃダメなんてこともないし、やっぱり心が震えた時に涙って出るからね、ユキも愛する喜びっていうのを感じながら生きてるんですね。私も本当におかげで、ユキのおかげで十分に愛されてる感じするから、だからもうすごいもう欲しい欲しいっていうのはなくって、こんなに私を愛してくれる人をただただ愛したいなって思いながら生きてます。今日のロケ番組そんなことないよね。ありがとうございます無条件の愛をあなたに。ただいま田中小梅の公式 LINE お友達になってくださった方に、好きな人に好きになってもらえる波動の絵を私が描かせていただきました。その波動の絵が転写されているかわいい壁紙プレゼント中です。そしてさらに公式 LINE にお友達になってくださって、さらにその中で私に LINE を通してメッセージをくださった方に、第2弾として願いが叶う波動の絵、これも私が描かせていただきました。この波動の絵がまた転写されているさらに第2弾目の壁紙もプレゼントさせていただきます。もうこの壁紙がですね、田中小梅オリジナルの壁紙なんですが、本当に可愛くて、もちろん私携帯で使っております。好きな人に好きになってもらえる波動の絵はもうハイドボーって感じで、そして願いが叶うのは私の大好きな蝶をモチーフにして描いていただきました。本当に最高の壁紙を作ってくれたんですよ。